え、どうも、新宿アボイ金木です。リザです。新宿アボイの中年の市長でございます。ということでね、本日も新しい会議室で。リザもね、そう、数年前に来たことあるような。ここはね、数年前に一回来たことあるようなね。気がするんですけどね。はい、エレベーターなんかさ、いろんな張り紙貼ってあってさ、見たらさ、なんか会議室に貸し出してる人がいますみたいな。おお、あ、見つけ次第退去してもらいますみたいな書いてあってさ、ドキドキしてるよ俺。それさ、もしかしたら前回もここ借りた時同じような話してない？ああ、ね、結構声落としてやった記憶があるんだよな俺。なるほど。その時結構昼間で、こう出入りが激しくてあれだったし、まあ大丈夫か、ここは大丈夫そうだけどね、そんな書いてあったから。でもさ、堂々とドアの前に貼ってあるよね。貼ってあるけど、何なんだろうね。でもこういうのはそこまでは管理してないんじゃないの。借りてるけど、個人で借りて、でこういう会議室貸し出して、そう、隠れてやってるってこと。隠れてやってんじゃないの、ここ。だからドキドキしてますよ私は。それを貸し出してるってすごいよね。みんな命がけでやってるの。闇会議室みたいな。闇会議室怖いよ、やっぱこういうのあるからね。怖いね。で、こう乗り込まれる可能性もあるでしょ。お前ら、住人じゃないだろう。まあね、会議室だろお前、出てけばなって。いや、まあ急にね、言われる可能性もあるよね。でも扉もぶっ壊れてるからね。扉がね、これね、修理もしてないよね。ぶっ壊れてるんですよね。わかるかな。まあ分かるでしょう。もう明らかにここはね。でも防犯カメラだけどな。この防犯カメラ、何の防犯カメラなんだ。これは会議室の防犯カメラなの。これはまたあれじゃないの。この会議室の防犯カメラだから、このビルのじゃないから。相当立場弱いです我々は。いやいや、でも攻めを追うのは我々ですよ、ね。乗り込まれて。まあ乗り込まれた場合はね、現行犯の時は。防犯カメラって言ってもね、ここの会議室自体がグレーだから怖いね。よく防犯カメラつけるかな。よくないことやってるな。どういう神経でやってるんですか。どういうことなのかな。すごい。ね、もう確かに、なんか前も似たような話したから、多分ここ借りた時だね。で、まあその時からまだ退場にはなってないってことでしょ。なってない、もう何年前でしょ、多分。3年ぐらい前だと思うけど。でも他にも借りてるのかな。別にここだけじゃなくて、他にも何個も何個もあって、もしかしたらね。いや、分からんな。下管理人いたしね。あ、いたね。ドキドキしちゃったよ、この時。あ、俺はそれを見てないからさ。まあそれはそうか、詳細には書いてない。詳細には書いてない。来たメールに書いてあったらおかしな話だからな。いやいや、ね、ちょっと声を落としめでね。声をね。いやそっか。なかなかだがこう本当ガチャだよね。別に本当に前のさ場所も異国情緒あふれる、ね、場所だったしさ、それとはまたちょっと違うね、怖さ。これは本当にドキドキしますね。そんなこんなでね、ここは渋谷なんですが、渋谷この後ね、久しぶりにライブがありますから。渋谷でね、ポコポコ大作戦っていうね。そうそう、ずいぶん久しぶり、5年ぶりぐらいにちょっと呼んでもらえることになりましたね。昔ね、ちょこちょこ出てましたけどね。そうね、まあ太田プロに行った時は太田プロ枠あったんですけど、そう太田プロの芸人さんがなんか出てました、その枠で出てたけど、そう、それがなくなってね、なんか人数も増やしたのかね、もしかして。出演者もちょっと5年経つんだなと思って、そのポコポコ大作戦出なくなってから早いなと思って。5年ぐらいじゃないですか ね。いやいやいや、まあどうなることやるんですけど ね。入ってからネタを作ろうとしますから。入り時間ね。だから7時半入りでしょ。7時半入りで開演が7時半、
で多分我々出番が9時前ぐらいなんで、9時前ぐらいなんとか1時間ぐらいで、ええ、覚えてもらって覚えてやるっていう、ね、すぐやってはいまあまあね、別にありえでやってもよかったんですけどね、まあ、まあせっかくライブなんでちょっと新ネタやろうかな、新ネタやろうか、ネタおろし、あっちあれもやってみたかったんですけどね、何煽り運転されてストレス解消で食べちゃうっていうやつねはいはい、あれもちょっとやってみたかったんですけどね、まあまあね今日もなんか煽り運転じゃないけど来るとき揉めてたな、運転手とタクシードライバーと普通の運転手、うん、あそう、まあちょっとまっすぐの道にね、うん、普通の乗用車が来てちょっとこう脇からプッとタクシーがちょい顔出ししたり、うんね、それが多分このまっすぐ来るやつは気に入らなかったならね、うん、プップーって鳴らして、うん、でもタクシーは別に引くわけじゃなくて、うん、まあそのまま行けばいいじゃんって俺は思うけど、うん、こっちの乗用車がやっぱすごくプップー、うん、でもなんだってちょっと動いてタクシーの前まで来てプップーってやってて、うん、それやるから後ろにもうまあね渋滞できちゃって、タクシーの運転手もタクシーの運転手でね、うん、ちょっと下がりゃいいのにさ、うん、何にもしないでも荒れてますね、ほんとにも、いや大変だね、こりゃ、いや、せちがない、そんね、どっちが悪いんだろうね、タクシーの運転手の方が基本的に悪いでしょ、出過ぎてるでしょ、おそらく、まあ、ちょい出てるから、うん、まあ、別に危ないよ、プップーぐらいでやってブーンっていけばいいじゃん、うん、でもお互い様じゃん、うん、俺はその乗用車の方がおかしいなと思った、うん、えらいしつこくやってるから、そこまでね、うん、そんなことやる必要あんのかみたいな、うん、俺その運転手は写真撮ってやろうかと思ってナンバーとあまりにもやってるから、こっちがプップーって言えばよかったね、いやでもほんとそんな感じだって、もうだから後ろも多分渋滞できたから、うん、多分行ったんじゃない、俺もそこまで見てなかった、もういず、うん、俺もちょっとバス乗んなきゃいけなかったから、うん、あれやったから良くないね、あんなのは、うん、彼氏も足りんじゃないかな、そんな運転手マジで、よく運転免許取れたよね、それでそんなのでさ、怒ってたらさ運転できなくない、まあね、そんな山ほどあるでしょ、うん、追いかけますのかな、マジで、いや可能性あるよね、追いかけは可能性あるよ、そうそうあるよ、そういう可能性だって、ちょっと行って、まあ行って止まって、うん、そのタクシーが行く方向、うん、もうついてった可能性もあるし、うん、そうそうそう、やりかねえな、あの運転手だったら、うんうん、前、それ X かな、動画でなんか流れてきたけど急に出てきて、うん、女の人が乗った自転車、あああれね、なんか見た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 、子供がなんか乗っけて、すごい顔してるずっとその運転手を睨んでさ、睨んでね、一向に避けようとしないっていう、何考えてんの、マジでどう考えても、どう考えてもさ飛び出てきてるからなと、飛び出てるし自転車の方向として間違ってるじゃん、うん、車が行ってんだからこう来たらダメじゃん、うん、こう行かなきゃいけない、うん、どう何考えてんだろう、マジでそういう人、ね、怖いのがさ、それなんか特定犯みたいなのがいてさ、うん、名前とかさ、旦那さんとかも特定されてとかさ、そうそうそう、なんかさ、特定犯みたいなのあるでしょ、そういうのって、ね、どうやって特定するの、そうそうそう、どうやって調べて特定できるもんなんかね、あんなね、辛いよな、で、知らされてたわけでしょ、そうそう、晒されて、晒されちゃって、うん、大変だよな、マジでねえ、どんなことねえじゃん、SNS できてから、いや、すごいよね、でもその特定する労力もなかなかないでしょ、すごいな、暇なんだろうな、いや、そうだって、顔しかわかんないで、どこつてに調べるんだろうね、ねえ、だわ、あ、見たことある人とかなんかな、で、情報提供者がいて、情報提供してこの人知ってるってなったんじゃない、保育園どこどこだとかさ、そういうのって直接本人連絡くんのかね、特定されちゃって来る可能性あるよ、うん、うん、怖いな、怖いよな、 SNS 怖いわ、
まあ言ったってこれも SNS なんだけどさ、言ってもさ便利な分さ、やばい、怖い。カルシウム取りましょう皆さんそうですね、カルシウム取ってね、はい、いや行きましょう、はい、ありがとうございました。